国ロールスロイス社がテンペストで検討している戦闘機の発電所化することが可能なのか疑問に感じる方はいると思うんだ。結論から言うと理論的には可能なようだぜ。ただ、高エネルギー兵器を搭載するなら避けて通れない道であり、発電できるエンジンの仕組みに IHI エアロスペース社の XF9 技術が必要ということが分かっているぜ。この世の中、何にでも小型化が必要とされている時代だもんね。高出力の性能はやはりイギリスの目の付けどころは違うな。これによる日英同盟となるのかも気になるところだぜ。そうだね。さて今回は、次世代戦闘機のジェットエンジンが発電所となるのか紐解いていくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省は昨年末の2021年12月22日に航空自衛隊が現在運用中の F2 戦闘機の後継機種である次期戦闘機に搭載するエンジンの開発と実証実験を日英共同で実施していくことを正式に発表したね。2019年に防衛装備長級技術研究本部に次期戦闘機用試作エンジンとして XF9 を納入した IHI 社が参加し、イギリスからは開発中の第6世代戦闘機テンペストのエンジンを手掛けるロールスロイス社が参画し、ちょうど2022年1月から事業をスタートさせて両国の次期戦闘機に搭載するハイパワースリムエンジンの開発が進められているんだ。2035年から逐次退役していく航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機種開発について、当初は既存の機体導入も考慮されていて、第5世代ステルス戦闘機 F22 ラプターに同じく第5世代ステルス戦闘機である F35 ライトニング2のアビオニクスを搭載する、アメリカのロッキード・マーティン社からの提案や、ボーイング社が提案する F15EX イーグル2、イギリスの BAE システムズ社が提案するユーロファイタータイフーンベースの新機体なども検討されていたよ。それらの検討が2035年から2050年にかけて有事の空中戦を優勢にするために必要な戦力となりうる戦闘機であること、新技術導入への拡張性があり日本が独自に回収する自由度が高いこと、国内企業が開発製造に参画すること、開発製造整備などについて低コストであることなどが選定のポイントとなったみたい。それらを踏まえて、2018年12月18日の政府閣議にて防衛計画の大綱と31中期防衛力整備計画において将来戦闘機については、F2 戦闘機の退役時期までに防衛上の中核となる新戦闘機開発を、国際協力を視野に我が国主導で開発に着手するとして国際協力を得ながら、国内企業の主導で開発を進めていくことが決定されたんだ。次期戦闘機に関しては2010年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究ビジョンを公表して I3 ファイターを提唱し、旧技術研究本部現防衛装備庁と三菱重工社が、高性能ステルスの実証実験用として X2 先進技術実証機心神の製作と試験を2017年まで実施しているよ。そして2020年10月にはデジタルモックアップを作成した三菱重工社を開発主体とする正式契約が発表され、その他にも国内企業として川崎重工社、スバル社、IHI 社、三菱電機社。国際技術開発支援企業としては2020年12月に、F22 や航空自衛隊への導入を進めている F35 の開発製造元のロッキード・マーティン社が選定される方針が決定しているな。過去に X2 先進技術実証機を製作して飛行させるなどステルス性能の実証は実施していたものの、日本は高性能ステルス戦闘機の開発経験はなく、またコンピューターを駆使して仮想空間で設計作業を行うデジタルエンジニアリング技術による航空機開発経験もないのが現状だぜ。そういった理由から F22 や F35 の開発実績があって、デジタルエンジニアリングの高い技術力と経験を持つロッキード・マーティン社の協力を仰ぐことによって、設計だけでなく電子機器やコンピューターなどとのミッションシステム統合などについて着実に進めていくことにしたってわけだね。また、次期戦闘機に関しては航空自衛隊が併用する F35A-B との相互リンクによる運用性が求められている以外にも、在日米軍間の相互リンク、データ交換などのネットワーク構築においても、ロッキード・マーティン社の支援によって円滑にことが運んでいくんじゃないかな。ただし、ロッキード・マーティン社との共同開発においては、かつて F2 戦闘機の開発でベースとなった F16 ファイティングファルコンの革新部分については、ブラックボックス化されて技術導入が闇に葬られたことが再び起きる可能性があることも懸念しなければならないぜ。また、次期戦闘機のエンジンに関しては防衛装備庁と IHI 社で開発を進めている、国産ジェットエンジン試作機の XF9 がすでに有力視されており、2018年6月に試作1号機が完成し防衛装備庁に納入され2020年7月まで性能確認試験が実施済みなんだって。この XF9 は、2019年4月10日には最大推力確認試験の映像が公開されており、
当初の要求性能である推力11トフを発揮し、アフターバーナー使用時には15トフを達成している代物だね。しかし、高ステルス性能の機体の開発経験がないのと同じく、戦闘機用の大出力ターボファンエンジンの量産経験がないことから、エンジンにおいてもリスク低減のための海外企業支援が必須であり、防衛省ではエンジンにおいても機体やアビオニクスと同様に米国企業の協力を得ての共同開発を考察し、次期戦闘機以外への搭載によって量産されることでコストダウンを図れると見積もっていたんだ。そう考えていたが、米軍では XF9 の米国企業が共同開発したとしても自国戦闘機に採用するつもりが全くないためコストダウンすることは皆無で、むしろ開発費用の高騰や日本の負担増が推測され、実用化後もパーツ購入やメンテナンスなどで高額な費用を要求される恐れが指摘されたな。そこで防衛省は、航空自衛隊の次期戦闘機とほぼ同時期の実用化を目指してテンペストの開発を進めているイギリスに目をつけたんだ。それでそのエンジン開発を担当しているロールスロイス社が候補として挙げられたってことなんだね。そういうこと。イギリスではテンペストの新開発は自国が主導するという意思は貫いているものの、開発コストの低減やかかる期間の短縮が期待できるとして、諸外国の開発参加も検討していたため、直接的な参加ではなく技術共有などの協力でも良いという姿勢なので手を組みやすいと見られているよ。背景を語るとロールスロイス社と IHI 社は、戦闘機以外のジェットエンジンを共同開発した実績があり、IHI 社の技術が高く評価されていることも認識しており、共同開発が進めやすいとされているぜ。それに全く同じエンジンにならないとしてもパーツの共有などによるコストダウンを期待しているみたい。ロールスロイス社事業開発未来プログラム担当エグゼクティブバイスプレジデントであるアレクサンダー・ジノ氏は、強力なレーダーや高エネルギー兵器の搭載が想定されるテンペストのエンジンは、空飛ぶ発電所と呼ばれるほどの高い発電能力を持つことが理想としており、高い発電能力を持つ日本製 XF9 はその理想に近いとしてイギリス側に高く評価されたと言われているんだ。イギリスが日本の能力を認めたってわけだね。しかも、ロールスロイス社では世界温暖化の解消に向けた脱炭素化に多額の SDGs 投資もしていることから、ジノ氏はテンペストのエンジンにおいても環境に優しいクリーンなエンジンを目指すと述べており、次期戦闘機のエンジンとしてコンパクトで大きな推力を発揮し高い発電能力を持つが、環境に優しいものが開発されて搭載されるかもしれないと世界中が注目しているんだ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ポテトチップスについてだよ。ポテチ大好き。あれは人をダメにすると言っても過言じゃないほどハマる食べ物だよな。ほんとだよ。夜ご飯なんてポテチだけで十分だもん。体に悪いから、ちゃんとご飯は食べようね。そんなみんなが大好きなポテチの誕生について解説していくよ。ポテトチップスは、1853年にアメリカのムーンレイクロッジというレストランで誕生したそうだよ。もともとメニューには載っていなかったそうなんだけど、シェフによって考案されたものなんだ。そうなんだ。てっきりお菓子メーカーが作ったものだと思っていたよ。きっかけはわがままなお客さんのせいだったそうだよ。どんなわがままだったの？フライドポテトが熱すぎると何度もクレームをつけたそうなんだ。そんなのただの嫌がらせじゃないか。その通りだね。あまりにも作り直しを要求されたためクラム氏は、嫌がらせにポテトをこれでもかと薄切りにしてあげたそうなんだ。それをお客さんに食べさせたところ、意外と好評で、正式なメニューとして追加されることとなったんだ。なんか意外な誕生だったな。そうして日本にカルビーが誕生したわけだな。それが日本に最初に発売したのはカルビーじゃないんだよ。え、そうなのか？そうだよ。今でこそ200種類以上のポテチを発売したポテチの王様カルビーなんだけど、最初に発売したのは湖池屋なんだ。僕もてっきりカルビーかと思っていたよ。まるで左アッパーを食らったみたいに面食らったよ。いや、それは盛りすぎでしょ。話に戻るけど、日本に最初に来たのは、終戦後で1945年頃と言われているんだ。アメリカで初登場してから100年近く後のことで、当時はハワイのメーカーであるフラジル氏のポテトチップスが発売され、なかなか一般市民が手を出しづらい高級品だったんだ。そして、1962年に初めて湖池屋が着手し、日本にポテチ文化が広がっていったんだ。ちなみになんだけど、その湖池屋が出した最初のポテチはやっぱり薄塩なの？なんと一番最初のポテチは、海苔塩なんだ。めちゃくちゃ意外だね。てっきり薄塩かと思ったよ。その後に、カルビーが薄塩を出したから、薄塩は2番目ってことになるね。そうだったんだね。これはポテチを食べるときにみんなに自慢げで話せる雑学だね。俺もポテチ食べるときは、披露したいと思うぜ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。
よかったら、チャンネル登録してね。